はいこんばんはお疲れ様です。ジャックカリタン勝久さんアリサさんちょっとユリナちゃん原純よし大本さん本店高尾さんもこちゃん私かなちゃんあありがとうついたよ一足先にサブちゃんガタガタさんケイスケさん初見さんありがとうリクトくん高さんハマッコ ゆうじゆのじ、猫、ね、神さん、さあこさん、きょうじこんばんは、お疲れ様ですちょっと待ってごめんね、アイス食べてるのよ <laughs> アイス食べてるんだけど今食べていいですかアイスく <laughs> た食べきれなかった <laughs> ゆうじこんばんは、だるまさんもこんばんは、ありがとう 恥ずかしいハーゲンダッツ買っちゃったもう前ご褒美で前ご褒美にしました明日明日頑張る大前提牛タンも食べちゃったしアイス あげるわけありません <laughs> <laughs> あお祝いだねでもツアーが <coughs> あるからうん、うん、何これ <laughs> たけちゃんもかつやかもこんばんはバニラだね私結構あのねクッキークリームっていう味が好きなんだけどなくてそう 後で買ってくる同じ味にしてようんなんかねアイスって種類あるじゃないですかこういうこのアイスクリームが一番いいですからねダイエット中はいいですか皆さん <laughs> アイス食べてる人に言われたくないと思うけど <laughs> ラクトアイスとかがちょっとね多分 あまあ、ダイエット中は良くないってアイスクリームっていう種類のやつがまあダイエット中だといい,、まあ、い,いよくはないけど、うん、ちょっとなんで <laughs> 知らない<笑><笑>言,言ったものの知らない <laughs> ただいラクトアイスラクとアイスとアイスミルクがなんか。 あんま良くないみたいですよ。うん。なんかに見た。あパルネルさんありがとう今日も来てくれて。ダイエットしてるのしてません <laughs> ごめんなさい全然してない。なんか私は結構ごちそうさまでした。私は結構。 なんかすごいガリガリな体型がわりと好きなんだけど周りの方に結構太った方がいいって言われるので結構なんかまあ普通に食べてるかなうん清原さんあ恋愛小説家さんお久しぶりまあちょうどいいまあまあ太すぎず細すぎずぐらいかな今がねともうジョンアンあんにアんあんにょん,あん,にょんさんもこんばんは リュックがあったいや私なんかあの何んでしょうね <laughs> ちょっと余裕を冷まそうと思ってアイス買ったの意味なかったかな <laughs> そう結構もうねなんか外が寒かったから結構冷めたんだけどなんか今結構寝不足で疲れがねあのあ全然大丈夫なんだけど余裕なんだけど。 なんか溜まってる方だからめちゃめちゃ多分ね、まあ、回る余裕が回ってさっきやばかったけどパルネル覚えてるもちろん記憶力いいってよく言われるどうだろうでも、うん、私そうお酒そのなんか結構慣れてなんか2杯ぐらい飲める時があったんですけど <laughs> 今日1杯で結構撃沈しちゃってそう。 めちゃめちゃギラギラ笑ってたんだけど今は結構まあ正気を保ってます <laughs>、うん、今日はね何飲んだかなえっと荒越しのもも,もあらごしももももしみたいな飲んだけどねうんそうめちゃめちゃ笑ってた <laughs> 記憶力化け物だってそうだよなんか なんか結構その私その、まあ、あんまこういうこと言うとねそんなことないよを待ってますみたいになっちゃうけど本当にあんまり取り柄がないので <laughs> まあ,あんまり言うとあれか <laughs> ない本当あんまないので結構私その努力でなんか作るしか多分なんかなんてできないからか記憶力ぐらいはなんかちょっと何て言うの頑張りたいなと思って <laughs> なんかまあそう思ってくれたら嬉しいから。 覚えてくれて嬉しいとか記憶力すごいねって言われるのが結構私も嬉しいからなんかせめてものなんか自分のいいところとしてなんか身につけれたらいいよなぁと思ってそうそうそうじゃんじゃんお酒ね昔というかその飲めるような成なり立ての時すごい好きだったんだけどねなんか今はまあうん <laughs> 好きか分かんない <laughs> そうそう シュータ君ーーテストとか落ち着いたから昨日久々に「あーやっぱそうなんだよねあだから私もそうだねなんか免疫が結構すぐ衰えちゃうなんかその一時期強くてもまたこう <laughs> 後戻りしちゃうというかそうそうそうなんかそういうのはあるかもしれない継続するのは大事だよ、ね、<laughs> なんかギターとかでもあ、まあ、同じにしちゃうんだけどとかもそうだけどなんか結構その。 毎日続けるっていうのが一番上手くなるからなんかそう毎日続けてさらにこう集中型でどっかの日にバッてやるっていうのもね大事なんだけどジリーさんこんばんはありがとう,そう前よりはね多分マシになったと思います多分だから冷めるのがね早くななったかなさっきそのほんと数分前まですごい笑ってたって感じ、うん あ焼肉いいなみさきちゃんでも私もまあ牛タンだからお肉なのは一緒だねでも結構お腹いっぱいになっちゃったそうそうお腹胃袋とかもさなんか継続的にすごい食べてたらおっきいんだけどちょっとでも食なんかの量が減っていくとすぐこうお腹いっぱいになるのが早くなっちゃう,そう継続は力なりって。 いますね、もうそのなんかね結果が出るまで努力するのがもうまあ、そりゃそうなんだけどすごいしんどいんですけどね実った時がやっぱ嬉しいよね、うん、そうなんですよジリーさんダルマさんんありがとうございます今日はね普通にみんなでゲネリハっていうかまあそのリハして移動したんでまあなんか特にそのどっかに行ったとかはないかなうん仙台に。 きましたリハもやってなんかそうだねでも本当にあのサポートで今日は今回入ってくれるさきちゃんとかももちろんもう演奏のプロの方というかその演奏すごい長いことされてる方やからなんかそういう方が同じステージにおるって思ったらめっちゃなんかあのこっちもね安心というかなんかうんそうそうだからね あと7時間後ぐらいに仙台着く頑張ってねありがとう本当に太っていいんじゃないでも分かんないけど貴寛さん伊豆丹治さんこんばんはありがとうジリーさんリハーサルはいい感じでしたかなんか結構そのなんか私が結構不安症なので <laughs> なんかうーんというかそうだね あのー何だろうこう何楽器を始めてこう急にバッと始めてもともと演奏家だったわけじゃないからもちろんその自信に満ちてるわけじゃないんでね正直その元と前も思え持てるけど考え方によってはここまでやってきたわけだしツアーもやってきたわけだしねだけどこうやっぱどうしてもその演奏中とか演奏し終わってから大丈夫だったかなってなるんですよこう 正解が分かんなくてでかこ,こっちが大丈夫かな大丈夫かなとか思ってたら意外と終わった後にいいよんって <laughs> なっぱりとかしてあ <laughs> ごめんなさい <laughs> とかするんですよね失礼しました喉 <laughs> がおかしくなっちゃったそう。 が考えすぎがよくないないっって思った普通に楽しんでやってみたら意外と周りからしたら普通だったりとかして <laughs> そうなんか気にしすぎがそうなんかよくないよくなくなって思って今日もまあそんな感じ <laughs> あみやちゃんありがとうちかのみさんもありがとう,そうだから、まあ、あまあクオリティとかはちょっと分かんないそのなんか <laughs> ねその 演奏技術とかで判断してるわけじゃないからあれだけどなんかでもみんな楽しめてたんじゃないかなとは思いますあとはやっぱその本番こうファンのみんなさんと一緒にやることでこう生まれる熱量とかもねあると思うからすぐ食べ終わっちゃうねこの <laughs> サイズだったらそうそう あゆうじめっちゃあるそれうん自分だけが気にしてるとかめちゃめちゃあるよ <laughs> 本当にすごいあるね <laughs> 私とか結構すごい多いかなそれがうんめちゃめちゃ多いかな、まあ、でもまあ性格だからなかなか治んないけどだからまあなんか気にしすぎないことだよねうんそれこそさあの柏木由紀さんの YouTube 一時期めっちゃ見てたんだけどなんか無駄な心配は しても意味ないなって思うっていうのをなんか言ってて、あ、確かにとって。なんか心配して解決するものならいいけど、心配したところでどうしようもないものって。なんか心配する意味がないというか、出て,てて、確かにと思って。<laughs> そうそう。そう、仙仙台はね、よく行かせていただいてるので、すごく。あの、嬉しいです。ひろひろさんもありがとう、来てくれて。<う>音を楽しむ音楽。 <laughs> でもね私結構その影響を受けやすいマンなのでそれこそ「4月は君の嘘っていうアニメが好きなんですけどそれの名言とかね結構見たりするかな,なんかでもう一回こう音楽に対する気持ちを改めるいい意味で自由にするもうちょいそう考え直してそ,それだけ全力ってことじゃないですかそうだね全力だよ だと思う頭おかしくなりそうだった昨日とかもう本当にに何かそのさ練習してこう上手くなったかも大事なんだけどその練習したっていうのがそのまま自信につながってくれるからそう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 だから何かこう練習重ねるっていうのは大事だねその結果がどうであれ精う精一杯練習したんだったら何かまあそれが全てじゃないですか。 そ,そこに意味があるかと思って、ね、確かに考えまあ何から考えって意味ないことあるか分かんないけどなんか結構あるよねそういうことね好きですにゃんかいやーにゃんか嬉しいですね <laughs> うんそう君うそめちゃめちゃ好きですね君うそも 好きだし結構私影響を受け,る受けたものがたくさんあるので、まあ、それ以外にもだからなんかそういう言葉とか歌とか人とかなんかそ,その人を見,見ただけで頑張ろうって気持ちが湧いてくるみたいな存在ってまあいるかもしれないけどみんなもとかを見てこう奮い立たすっていう感じですね。うん なんかインスタかなんかで質問コーナーで書いたけどこう私一人だとねあんまりこうだけだといい思考になり,なりにくいからもうシンプルに人の言葉を取り入れるっていう感じああちはやふるかもう安定によさそうだな見たことないけどいいんだろうねめっちゃ気になってるのいっぱいあるそうなんだよ 結構漫画買い始めちゃったあのアニメハマってからその気になったものの漫画とかをね買うようになってきた最近みんな届けあーそっかそっか慎太郎君そうなんか気持ちがね大事だね確かに、うん、だからなんかそのこの人がどうやって生きてきてこう何を伝えたくて立ってるのかっていうなんかそういうのが明確 いうかその伝わるとより歌詞とかがなんか重みを持つと思うから,から私はなんかそういうところでまあそんなにすごい酷な道を歩んできたわけではないけどないけどでもまあなんかそういうところで見せれたら嬉しいなとも思いますしなんか考えなしに立ってるわけじゃないからやっぱステージそう結局何か伝えたいんだとは思うんですけど。言葉の力すごいよね 2時2日あ私もともとすごい漫画っ子だったんだけどどっかのタイミングでね読まなくなっちゃってでも一時期は本当にもうねあの本棚の足りなくなっちゃった、うん、本棚の足りなくなるぐらい本当に漫画をねたくさん買っててそうなんですよ漫画めちゃめちゃ好きだったねうん。<laughs> <laughs> あそなの <laughs> 私内田真弥さんねの曲とかも聞くんだけどなんか内田真弥さんはこう常に笑顔でいてくださるからうーんなんかプラスなものしかないんですよね受け取るものとしてこちら側がだからそれがすごい尊敬する、うん、私は結構負の感情とかもよ、まあ、くも悪くも全部なんか。 出ちゃうタイプだから <laughs>、そうそうそうだからなんかエンターテイナーとしてすごく尊敬しちゃうよ。ぬるま湯人生そんなことないでしょ。そんな人いないと思う。なんか結局私も自分のこと思う時あるんだけど、なんかぬるま湯に使ってんなーって自分で思う時あるけど、多分そんなことないんだろうね。うん、もう生きてるだけでさ、その人間関係が一生付きまとってくるから、その時点でもう。 多分みんな大変だからねみんなよく頑張ってるんだよそうなんだようん富士山はあ確かにそういうのさ考え出すとさ止まんないよね止まんないよね考え深あるもんね木とかでもねあるある待って修太郎君私も買ったんですけど おおいいの漫画おたこいの漫漫画画めちゃめちちゃゃ読んでるの今で新,あ新刊じゃないその続きをなんかえっと前に2巻買っあ2巻っていうのはその 2, 2つ買ってでなんかさすがにすぐには読み終わらないだろうと思ったら夜中に全部読んじゃって一気にであのー、そうそうそうで続きがめちゃめちゃ読みたかったんだけどあれにしました。あのー のなんていうの初日が終わってから買おうかなと思ってっは初日終わって買おうと思いますはるかちゃんこんばんはありがとう山達さんもこんばんはですありがとうございますハマるととことんねで本もねなんか私本ねずっと欲しい本がねあったんだけど本当言に売ってなくてどこに行ってもでなんか近くに本屋さんがあるんですけどでそこよく行くんだけど そこ行ってもなかったのになんかある日ふと普通にあって <laughs> あるんかいと思って <laughs> あるんやないかいと思ってそうバイクさん部分んこんばんはたくろもやっほありがとうありがとうございますありがとうございますえー、えー、いやいいな 私もさ大人買いすればよかったもう大人なんだし一気に買っちゃえばよかったなどうせ買うもんね <laughs> どうせ買うもんなってとこではあるよね <laughs> アンリオンハシヨンおつわ頑張ってこまおうよ許しあ歩けよ芯投げ楽しくね人は何のために生きてますかわ <laughs> かんない何かしらのためには 生きてるんだろうねね多分ね理由がないと生きられないよね人のためとかですかねうんじゃないのかな私も分かんない何の何のために生きてるか分かんないって言ったらなんか <laughs> おかしいねおかしいけど、うん、まあ楽しいんじゃない、まあ、その辛いのも楽しいのも全部含めてね 何なんだろうね確かに考え出すと分かんないな、ね、そうだよちったけこんばんは私もこんばんはありがとうございますそう大人,大人がい,い私したことあるかなあまあ、鬼滅かな鬼滅の漫画はでもその家族でハマったのでみんなで割ったけど <laughs> なんか大人じゃないか <laughs> みんなで割った何巻かずつ <laughs> <laughs> そう意外と大人がいい勇気いるね確かにあんまりでもなんかその何かのご褒美っていうそ,のそういうタイミングであのー、何漫画まあなんかそのまとめ買い一気にこうコスメとかでもそうだけどなんか一気に買う時とかはまあなくはないけど、うん、あジュージューえ 希望さんもお疲れ様でーす。ありがとう。そうなんだよ。まだ。あ、僕、あ、わかる。僕が生きていった証を。これ、それは思い出したっけど。なんか、私がさ、あの、ラスアイ卒業するときに、まじまじが。なんか。こう、清原ディオがここにいたっていう証を残してあげたいみたいに。 え言ってくれたよね確かなんかか言ってくれたか書いてくれたか私それがすっごい嬉しかった記憶があるそんな風に思ってくれる人がいるんだって感動した記憶がありますねめちゃめちゃなんか私もその気持ちだったから嬉しかったんだよね同じ私もなんかあの実際自分でも目にしてるから分かるんだけど私が嵐さんにいたのを知らない人とかあのも増えていくっていうか今も普通にあの いるからたくさんそう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 だからこうこういうそうそうだからこそその気持ちはやっぱあるよねいたんだよっていう私も誇りに思ってるからこそなんか残していたいっていうねうんう,ゆうちゃん7い時代を知りたかったってね言ってくれる方いるね。結構なんか ありがたいことでもあるんですけどその「ラスしゃ時代を知らない方も多いかな最近はなんか最初の方はなんかそれでしか私多分知られてなかったんだけどそう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 だからねっていうのはねあるまじまじはねいい子だしなん,なんかねすごい好き,好きだねうん特別な感じが した <laughs> 本当にもに同い年だったし結構隣り合わせなことが多かったから、うん、尊敬してたね全然もう嫉妬とかは特に、うん、尊敬してたかな結構すごいね素敵な出会いがあるよねこう一歩こうどっかに踏み込むたびにね何かしら出会いがあるからいいよね。ここっちもばありがとう い宝物,だね <laughs> 宝物うんそうですよ必要な人だと思うよまじまじはうんすごくすごく何か何が大事かをすごい、うん、忠実に理解してる感じがするわ、まあ、かんないけどうんそう追っかけたなってない <laughs> 懐かしい私もまあなんか初期のね頃とか懐かしいですね そう握手会がめちゃめちちゃゃ不安だった最初 <laughs> そうなんかその当初1617歳とかででなんかこう目上の目上のっていうなんかそか男性の方とかとお話ししたことがあんまなかったから事務所の方も私がその握手、まあ、手をつなぎながら何て言ったらお話しすることができるのかすごい。 ななんんんかか心配しててくだださってたんだけどなんかいざ始まってみるとなんかもうありがたいなっていう気持ちしか生まれな,、うん、生まれないというかそ,のそれでいっぱいになっちゃってなんか全然大丈夫だったんだよねうんそう高橋みゆちゃん大先輩嘘<笑><笑>そんなことないんだけど <laughs> 優しいそんなこと言ってくれるの 私結構ね人見知りしちゃってなんか他のメンバーと一緒にとかじゃないと絡みに行けなかったから2期生の子たちと私より年上の子がね多かったからそうそうっていうのがあってねいろいろあったねいろいろあった木村さん笑顔だったでも握手会は結構ねなんかあのいろいろ心がけてたかもしれない、うん、なんか まあ今もその記憶力とかもそうだし記憶力とか握手会、まあ、グループ撮影会とかそういうのに結構私なんかあのーまあ、力入れてたっていうとおかしいんですけど結構そこをなんか,ななぜか、あのー、意識ししてましたねなんでだろうね分かんないけど。私もオタクだったから あの覚えてくれてたら嬉しいまあ覚えられなかったらその時はしょうがないけど嬉しいよなとかあのそれは笑顔で対応してもらえたら嬉しいよなって思ってだからなんかあの性格的に私素が出ちゃうタイプだけどなるべくその市情を挟まないようにでまあでもできてなかったかもな落ち込んでる時は多分落ち込んでる感じになっちゃってたかもしれないしそうそうそう。 それが難しいんだよねこう仕事にこっちの感情を持ち込んじゃいけない時もあるじゃないですかでもなんかさその点バンドはそれがいいスパイスになる時があるから意外となんかそうとは限らなかったりするんだよねこうライブに出すことで生きる時があるのでたまにだからなんかそこがちょっと違うとこなのかな、うん、米ニンさんだっけ呼び方違うかな なっちょこんばんはありがとう来てくれて釣られたの私釣れないんだけどな <laughs> こんな話ながらアコ会でもなんか来てくれたらめっちゃ嬉しくてめっちゃそれを表したかったんだけど結構短いからそう「あみっちーありがとうこんばんはそうなんですよ君版でね頑張りたいねやっぱりしんこさん おこ、えー、さんもこんばんはありがとう。よなごさんね。オッケーよなごさんありがとう。そっかだからなんかねいろいろそう「君版」でね頑張りたいなーって思ってるやっぱその昔の経験も結構生きてるからそう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 わりかし大事ですねうん。 あ,あそうなんだあれなんかおかしい変なとこしちゃったかも大丈夫かな <laughs> この子本当はどんな子って思うの猫顔で <laughs> 素直でオッケー本当。でもまあなんか私もどうなの数うかどうかわかんないけどなんか結構私その昔が超元気でパワフルなったので「あのあカズさんこんばんはありがとう」 ななんでなんか私も人間なのでそのまあ年を取るじゃないですかで結構二十歳超えたぐらいから落ち着いちゃってあのわ、ー、りかし性格が、まあ、喜怒哀楽は激しいんだけどね落ち着いちゃってうんでもその昔から悩,ん悩むよく悩むんですけどなんか普通の時がめちゃめちゃ元気だとちょっと声のトーンが落ち着いてるだけで。 えななんんか元気ないって言われるんだよね昔すごいあったんだけど最近は逆にそのもうこの落ち着いてるトーンが普通にちょっとなってきたからあんまりなんか落ち着いてる日があっても特に多分何もあの思われないと思うんだけどうんそうそうそうつつ生茶さんもこんばんはありがとう。 そうなんですよ昔すごい悩んでたなんか <laughs> あのそれはなんか家に帰ったら普通にこうスーンってしてるしなんか常にガーってなってるわけじゃないのになんかこうちょっと落ち着いてるところが見えた途端にどうしたら元気ないのみたいになることがあっていや全然普通なんだよって思いながら、うん、でも私も結構周りの人にやっちゃう気がするからそれ。 声のトーン低いと「あれ?」みたいになっちゃうからそうなんでしようって感じですねあじゃあそろそろ終わろうかなあちょうど30分ですねめっちゃ時計汚れてるなんでだろう雨降ったけんかなちょっとあとでふこうえいじさん落ち着いたでしょいいこれでも大丈夫 <laughs> なんか昔は 元気な自分にしか需要が生まれないと思ってたから結構、うん、悩んでたんだけど <laughs> でも落ち着いちゃったからなとか思ってたんだけど正直 <laughs> 年相応になんかなっていってるのかなあ,あ仙台ね和也君ちょっと寒いよ、まあ、若干バニラですお揃いしてね <laughs> 強制じゃないけど <laughs> いやししゃびしゃびそうなんだよ私結構ねドンピシャになるの、ね、よたまたまなんか,だか30分間話すっていうのがなんか身についてるのかな自然体が一番ですかそれならよかったそうこれがまあ普通ぐらいのトーンかなまあテンション上がる時ももちろんあるけどねそう,そうこの前来た時ね雪がすご,かすごく <laughs> す言えてない <laughs> すごかったんだすごかった今回は大丈夫 落ち着いて大丈夫ならよかった <laughs> かねそんな感じかって思われたらあれやけど、ね、頑張るありがとうみんなで頑張ろうえもちも落ち落ちでした楽しみたいと思いますえりおちって呼んでくれてるのりおちと話してると心が幸せになるのありがとうほんとに <laughs> いや頑張ります結構さ あのーまあ、ありがたいいい感じにこう忙しくなってきてねなんかこうなってきてっていう今こそねすごい、あのー、感謝して頑張らなきゃなって思ったからなんかその自分へのとどめを刺すべくツイートしたんですけど朝 <laughs> そうだから環境への感謝を忘れずにそう私一回後悔が自分の中であるのでなんかうまくできなかった。 だから絶対に絶対に感謝忘れずに頑張りたいと思いますもう,もう大人だしうんねっそれ初日楽しもうねありがとうね私もなんか一人だと多分頑張らなきゃってなってたと思うんだけどなんか仲間もねいっぱいいるしで、ね、何せファンの皆さんがいるからなんかおかげでちょっとそのみんなにも背負ってもらってるというか。 これは今寝つきが悪くて寝つきが…私も寝つき悪いからな何て言って <laughs> だって私寝る前ストレッチして、えっと、香水をつけるんですけど私であのー、ミストみたいな炊いても寝れないから私には参考になることがないかもしれない本読むとかはいいかもしれないよ、まあ 本読んで落ちち着いちゃうなんかその夢中になって起きちゃう人もいるかもだけど私は結構なんか文章を読んでるとある程度したら眠くなるからよかったらやってみてありがとう努力感謝笑顔でありがとうひなっちょもありがとううん少しだけですが背負いますね <laughs> みんなで背負っていきましょうまあせ何も背負う必要はないか、うん、なんで頑張っていきましょう 明日は改めましてえっとあ違う違う仙台仙台にねもう来てるんですけど初日をね初めて仙台で迎えます仙台ダーリンダーウィンか <laughs> ダーリンって言っちゃった <laughs> ダーリンかああ間違えたダーウィンこれ <laughs> めん何が,何が面白いんだろう <laughs> 何が面白いんだろう <laughs> ごめんなさい <laughs> いや別にそんな面白くなかったよね今 <laughs> 失礼しました「ダーウィン」ですね <laughs> ダーウィンで <laughs> ありますはい一部二部一部はなんとアコースティック初のアコースティックライブそして撮影可能でえっ、ー、と二部はあのいつも通りの,そのバンドのライブになるんですけどなんかイントネーションおかしくなっちゃったけど <laughs> なるんですけど、えっと、なんか気持ち的にはやっぱそのリサちゃんが新メンバーその何て言うんだろう仲間になって最初のツアーになるのでみんなにもそういう気持ちでね見ていただけたらと思いますよろしくお願いします。はい、というわけで明日お待ちしておりますチケットもまだありますので是非初日ね遊びに来ていただけたらと思います。あのライブハウスね来にくいい方もいると思うんだけど あの万全な対策でね安全に行ってるのでよかったらチェックしてみてくださいあっ勝さんありがとう嬉しいありがとうまたツイートもしますねありがとうございましたおやすみなさいバイバーイ楽しみだねドキドキしてきたあまいちゃん始まったちょうどいいそれではいちゃんの配信へいってらっしゃい